この贈呈式は2月に開催予定の馬宿仁美江市長対抗駅伝に出場する桐蔭挑戦手段を激励しようと、三重北農業協同組合が選手らに飲料を送ったもので、この日は桐蔭町役場に関係者2人が訪れました。今回贈呈されたのはスポーツドリンクと JA 三重北オリジナルのかぶせ茶10ケース240本です。今年で17回目を迎える馬宿仁美江市長対抗駅伝は、県内のスポーツ推進と各市町の活性化と交流を目的に、県内29のすべての市と町が参加して、県庁前から三重交通グループ伊勢陸上競技場までの10区間 42.195km のコースを競う駅伝大会で、桐蔭町は過去に町の部で獲得した3位が最高順位となっています。贈呈式では水谷俊夫町長が、この度は馬宿仁駅伝の選手をご支援いただきありがとうございます、選手の皆さんにはぜひ今回贈呈いただいたものを飲んでより良い成績を残してもらえればと思いますと挨拶しました。馬宿仁美江市長対抗駅伝は2月18日の午前8時45分からの開始を予定しています。馬宿仁の駅伝はですね、JA 三重新田が後援しておりまして、私ども JA 系列ですので、地元のですね、市町さんに対して頑張っていただこうという思いで毎年贈呈をしております。まあ、皆さん楽しく、参加していただきたいんですが、まあ、一つでもですね、上を目指して頑張っていただきたいと思っております。皆さん頑張ってください。